勝第1試合ベスト4に絞られて、まずは1組目ワンピーショーリリース2ピーが徹夜キュービー、ショーさんまたキュービーですね。出たけどガルされる QB の威力だけは多分使えないと思います。威力はちょっと高いだけ。無理して攻めない大江哲也スタイルですね。勝利当たる、いいですね。飛ぼうとしたところへ中パンチ、しゃがんだところに中段、おっパーフェクトショー、ああいう選手だね。うん、いいシアラだって、泡出して中段当たる、ショーバスメインキャラオルバスです。毒当てる、早速泡らしてスポット入る、フルチェーン泡、ほぼ P で一歩を取る、QB 対策バッチリですね。あ、坂本さんが疲れたということで実況が変わりました。あ、まともやメインキャラ同士オルバス VS ダブル、ドタンゲージため、それ先に仕掛けたのは当てた、毒を食らって攻め、弾かれて弾いてダッシュ、あれは食らう、フロー飛んでいた、弾だが、さあ落として投げはちょっと遠いか、フロー、しっかりエスボールまでつないで残り体力2割、さあそのまま一気に持っていた哲也、しかし毒に食らう、ちょっと遠かったか、正代ペチペチ、さあ哲也いつも通りのらりくらりモード、しかしダッシュを見てから空中ダッシュを刺していく、 ES 打ちで勝負を取り返す、さあ速い、もう一度ズームし、ズームし、ズームし、ここからフロー、しゃがんでいた哲也、ズームし、哲也決勝進出。